皆さんこんにちは。今日は9月の15日、半月経ちましたので、ダイエット企画第4弾二の腕痩せダイエットの中間発表です。中間計測ということで、どのぐらい細くなったかサイズ測ってみたいと思います。半月やってみて思ったことなんですけど、最初の頃やっぱり筋肉痛がすごかったんですね。で、筋肉痛の場所もちょっと自分が痩せたい、落としたい部分の場所とは違う場所が痛かったので、ちょっとやり方を間違えていました。腕を引くっていう腕立て伏せの方法は良かったんですけど、やっぱり、どの位置に頭を下げるかっていうところが違ってたみたいで、鼻を床につけるっていう方法でやってたんですけど、何日間かやって、もうちょっと顔を前に突き出して顎を床につけるという方法でやったら、腕の後ろに効くことがすごくよく分かって、あ、これだけでも鼻を床につける、顎を床につける、この違いだけでもだいぶ筋肉が効く場所が違うんだなということが分かりました。それからは顎を床につけるという方法でやってます。なのでここ10日間ぐらいかな、自分が落としたい場所に筋肉負荷がかけられてるっていう正しいやり方をできたのはここ10日間ぐらいになると思います。なので、どのぐらい痩せてるか、まあ腕なんで、もともと太い、そんなに、なんていうんですかね、長さ太さがある部分ではないので、そんなちょこっとやったぐらいで1センチ2センチも変わるとは思いませんけど、まあ、筋肉がついてしまってればいいかなと思ってます。てかじゃあ眠くなっちゃったね。じゃあサイズ測定メジャーでしたいと思います。それではサイズ測ってみたいと思います。場所はだいたいこの辺かな。おっと、25センチ、すごい。最初が 26.5 だったので 1.5 センチも変わってる。ここでいいかな、本当に場所。一番太いとこ、ここですよね。すごいすごい。あ、25センチですね。ちょっとずらして測っても25センチ。うん、すごい。たった腕立て伏せ15日間やっただけで 1.5 センチも変わってる。しかも腕なんて太ももとかと違ってこれしかキャパがないのに 1.5 センチ下がってる。すごいですね。そんなに効くんだ腕立て伏せ。ちょっと嬉しいです。この間の体重測定の結果がボロボロだったのでかなり嬉しいですね。で、何度も言っていた間違った場所が筋肉痛になっちゃってるって言ってたの、ここです。この前側の肩のこの位置が痛くなっちゃってたので、ここはダメですね。まあ、ついても胸筋につながってると思うのでいいんですけど、で、今のやり方、顎を床につけるっていうやり方にして、ここに効くようになってきたので、後ろ側ですね。よかったです。ちょっとこのまま続けてみたいと思います。これ以上痩せるのは難しいかなと思うんですけど、まあ一応筋肉をつけるという意味でも、このまま続けていきたいと思います。それではまた。9月の最終日に結果報告したいと思います。